モンス・デジ・デリオ、偶像を破壊するユダの朝王。モンス・デジ・デリオは、17世紀初期の画家の通称であり、リディ・エバララ及びフランソワド・ノメが、実際の作者であると考えられている。二人は共に16世紀に、ロレーヌ・地方メスで生まれ、17世紀初めに、ナポリで活躍した。その作品は、古代ローマ、旧約聖書、新約聖書、ナポリ、ベネツィア、 メスから霊感を得た、後輩、大変動、不思議な建物が、特色で、20世紀になって、アンドレ・ブルトンから、シュルレアリスムの先駆者と評価された。その得意なスタイルが、次世代のイタリアの都市の風景画に影響を及ぼす、ことはなかったにあるかもしれない。しかし、文明の残骸の中の悪夢のような後輩した描写は、サルバトル、ローザ、ミケランジェロ・チェルクオッチといった画家たちや、 ジョバンニ・バッティスタ・ピラネージのカプリッチョにテーマ的に使われている。ありがとうございます。